ハーラン軍はアメリカ合衆国のネブラスカ州にある軍。2000年時点での人口は3786人で軍庁所在地はアルマ。軍内にはハーラン軍貯水地がある。ネブラスカ州のナンバープレートでハーラン軍の車両は最初の数字が51になっている。これは1922年にナンバープレートの制度を確立した際。 ハーラン軍の車両登録台数が州内の軍の中で51番目に多かったからである。1870年より前、共和党の谷と呼ばれる地域にあったハーラン軍に白人の開拓者らが入ったが、この地は先住民にとって重要な狩りの場であったため、先住民族が開拓者らを脅して開拓を妨げた。しかし、 1869年のサミットスプリングスの戦いで数族が破れ多くの先住民が殺された。戦いに勝ったいくつかの開拓団はこの地に農業の可能性を見出して探検を計画した。1870年8月に州の東部から40の開拓団がやってきて現在のハーラング・ウォーリンズに住み着いた。また、1871年には トーマス・ハーラン率いるワイオミング州社ンからの開拓団が現在の道軍アルマに住み着いた。ハーラン軍という地名は彼の娘の名前にちなんで付けられたものである。その年にハーラン軍はネブラスカ州議会によって隣のリンカーン軍から分離し組織された。アメリカ合衆国国勢調査局によるとこの軍は総面積1487。 平方キロメートルである。このうち1432平方キロメートルが陸地で55平方キロメートルが海や湖などの水地域である。総面積のうち3.73%が水地域となっている。2000年の時点での軍の人口ピラミッド2000年の国勢調査によると、ハーラン軍には3786人、1597世帯、 および1049家族が暮らしている。人口密度は3、平方キロメートルで、2、平方キロメートルの平均的な密度に2327件の住居が建っている。この軍の人種の構成は、白人98.86%、黒人0.13%、先住民0.11%、アジア系0.08%、 太平洋諸島系0.03%、その他の人種0.16%、及び今月、根ー0.63%で、0.77%の人々がヒスパニック、または、ラテン系である。ハーラン群に住む1597世帯のうち 25.、25.70%は18歳未満の子供と暮らしており、59.00%は夫婦で生活している。 4.30%は未婚の女性が世帯主であり、34.30%は家族以外の住人と同居している。30.80%は独居で、全世帯の16.70%は65歳以上の独居老人世帯である。1世帯あたりの平均人数は2.34人であり、家庭の場合は2.93人である。 軍の住民は24.20%が18歳未満の子供で18歳以上24歳以下が 5.00%25 歳以上44歳以下が 21.60%45 歳以上64歳以下が26.20%及び65歳以上が23.00%となっている平均年齢は44歳である 女性100人に対して男性は98.00人いて、18歳以上の女性100人に対しては、男性は96.80人いる。軍の世帯ごとの平均収入は3679ベ米ドルで、家族ごとでは36875ベードルである。男性の27580ベードルに対して、女性は18411ベードルの 平均的な収入がある。この軍の一人当たりの収入は15,618米ドルである。総人口の10.10% 10、家族の7.00%は貧困戦以下である。18歳未満の子供の14.40%、及び65歳以上の9.10%は貧困戦以下の生活を送っている。 アルマの合同メソジスト協会オーリンズの役場、スタンフォードの街並み、ありがとうございます。